これからドローンの映像を見ながらイーター建設サイトの中をご案内します。最初に組み立てホールの中の状況を紹介します。組み立てホールはイーターで最も大きな機器の組み立てを行っています。組み立てホールの一角では中心ソレノイドの組み立て作業が進んでいます。中心ソレノイドは6つのモジュールを積み重ねて組み立てられます。組み立てホールの外の施設を紹介します。今映っているのはイーターの 400kV 変電設備です。この場所からコイルなどの各機器へと電気が供給されていきます。液体ヘリウムを製造するクライオプラントでは現在試運転が行われています。この巨大なタンクにはヘリウムガスが充填されています。この建屋から低温で運転する超電導コイルなどの特化膜建屋内の機器に冷却液を供給します。ここで作られた冷却液はクライオブリッジと呼ばれる橋を通って特化膜建屋に運ばれていきます。イーターの熱除去システムは 1.2GW の熱を除去する能力を持っています。熱除去システムの試験と点検は最終段階を迎え、準備が進められていた二次冷却水システムもいよいよ試運転に入ります。コロイダル磁場コイル巻き線建屋では全ての作業が完了に近づいています。完成した3つのコイルは建屋から出荷され、最後のコイルの製作も最終段階に入っています。不要となった巻き取り装置などの製造設備は解体されました。今後はこの場所でサーマルシールドの修理、別の組み立て作業や試験が行われます。高周波建屋には日本が調達を担当しているジャイロトロンという高周波を発信する装置が設置されます。現在はジャイロトロン24機の運転に必要な高圧電源の準備が進められています。イーター制御建屋でも作業が進められています。イーターの運転が開始されると24時間体制で機械やプラントの運転、制御と集められたデータの分析が行われます。サーバー室の準備は間もなく完了。今年の終わりまでに電源を投入する準備が整います。最後に中性粒子ビーム電源建屋を紹介します。この建屋の中には加熱用中性粒子ビーム2機の電源と計測用中性粒子ビーム1機の電源が設置されます。それでは組み立て建屋に戻って最新の組み立て状況についてお話しします。2022年5月1台目のサブセクターモジュールが特化膜ピットに設置されました。しかしこのセクターと他の2つのセクターの解析部溶接で接続する箇所で形状に不適合が見つかり、サーマルシールドパネルの冷却ループ部分で応力腐食割れが見つかりました。これらの問題の解決に取り組むため全体の修理戦略を決定しました。現在ピット内のセクターモジュールは取り外され修理作業が行われています。世界初の大型で複雑な装置の建設においては様々な困難に直面します。しかしそれを解決することでより高度な技術や教訓を得ることができます。イーターで得られた教訓と戦略は今後世界中の核融合コミュニティだけでなく多くの産業にとって有益なものになるでしょう。